こんにちは。今回は今話題のマスキングテープで不器用な私でも簡単に作れるこちらのシュシュを作ってみたいと思います。用意するものはこちら。マスキングテープの端を少し折り返します。粘着面を表にし、折り返した部分を箱にくっつけます。マスキングテープをぐるりと一周させましょう。巻き終わりも折り返して箱に固定させます。箱に輪ゴムをかけます。マスキングテープの真ん中あたりに輪ゴムが来るように整えましょう。粘着面を下にして重ねて一周巻きましょう。マスキングテープ同士をしっかりくっつけましょう。箱からシュシュを外します。折り返していたマスキングテープの端を戻してくっつけます。はみ出たところをハサミでカットします。出来上がり。ヘアゴムはもちろんブックバンドにもなりますよ。作ってる途中はマスキングテープのゴムが伸びきっててちゃんと縮まるのか心配だったんですけど、なんとか無事に可愛いシュシュができました。皆さんぜひ作ってみてください。